CDP コリンは、シチコリンとも呼ばれ、ヌクレオチドの一つであるシチジンにリン酸に、リン酸エステル結合を介して、コリンが結合した物質。ホスファチジルコリンの生合成経路における、中間体の一つである。神経保護作用などが知られ、脳梗塞や鬱つなど一部の疾患への適用に関する、研究が行われている。海外を中心に一部のマニアには、精神活動を改善する。 ヌートロピックあるいは、高知製薬としても知られる。シチコリンは70カ国以上で様々なブランド名で、サプリメントとして販売されている。例えば、シブロトン、セラクセン、シダリン、シティーファー、国ジン、ダイホスポシン、ヒッパーカル、ニューラクセン、ニコリン、シンクロン、ソマジナ、シナプシン、スタートニル、トラウズン、ゼロヌーズなどが挙げられる。 サプリメントとして摂取したシチコリンは、腸内でコリンとシチジンに過水分解される。これらが吸収されて、血液の関門を通過すると、ホスファチジルコリン合成の立足酵素である CTP ホスホコリンシチジルトランスフェラーゼによってシチコリンへ再生される。コリンからホスファチジルコリンを生合成する経路。2020年に発表された臨床試験の創設によると、 複数の研究において、シチコリンを服用により認知機能の低下が改善することが実証されている。一方、一部の研究ではこれらの結果を再現できず、シチコリンの効果を確認するには追加の臨床試験が必要であると主張する文献もある。いくつかの予備的な研究では、シチコリンの投与が拒血性のう卒中後の死亡率や障害率を減少させる可能性が示唆されている。 しかし、これまでに行われた最大の七コリン臨床試験では、七コリン投与による生存率や脳卒中からの回復に対する効果は認められなかったとされている。また、七つの試験のメタ分析では、長期的な生存率や回復に対する統計的に有意な効果はないと報告されている。緑内障患者を対象に、七コリンの視覚機能への影響を調査した結果、 視力保護に効果があることが示唆された。核反応に関与する酵素は本ファイルの説明書きに示す。シチコリンはカルジオリピンとスフィンゴミエリンの維持、ホスファチジルコリンとホスファチジルエタノールアミンのアラキドン酸含有量の維持、ホスファチジルコリン濃度の回復の補助、グルタチオン合成とグルタチオン還元酵素の活性への有機などにより、神経保護作用を持つと考えられている。 また、シチコリンの効果は、ホスホリパーゼ A2 の活性を低下させることでも、説明できる。シチコリンは、ホスファチジルコリンの合成を増加させることが知られてて、おり、その作用基準は次のように考えられている。脳は、コリンの使用に関して、アセチルコリン合成への利用を優先するため、ホスファチジルコリンの合成に使用できるコリンの量は、制限される。 コリンの利用可能量の低下やアセチルコリンの需要の増加が起こると、コリンを含有するリン脂質が神経膜から活化されうる。この時、シチコリンを補給することで、アセチルコリンの合成に利用できるコリンの量が増加し、枯渇した神経細胞膜のリン脂質貯蔵量のもとに戻すことができる。シチコリンは、ホスホリバーゼの刺激を減少させることにより、 拒絶後に生成されるヒドロキシルラジカルの濃度を低下させ、リン脂質がカルジオリピンがホスホリパーゼーにによってイかされるのを防ぐ。また、ミトコンドリア内膜のカルジオリピン濃度を回復させる働きもある。シチコリンはアセチルコリン、ノルエピネフリン、ドーパミンなどの神経伝達物質の利用率を高めることで細胞間情報伝達を促進しうる。その原因は、 シチコリンのコリン成分が人間の脳内の主要な実行神経、伝達物質であるアセチルコリンを作り出すために使用されるためである。臨床試験ではシチコリンの補給が注意力、集中力、学習能力を向上させるのは結果としてアセチルコリンが増加することが大きな要因であることが判明している。シチコリンは虚血により上昇したグルタミン酸濃度を低下させ、 減少した ATP 濃度を上昇させる。また、シチコリンは、ラットの正常に皮細胞において、グルタミン酸、トランスポーターであるエット2の発現を増加させる、ことにより、グルタミン酸の取り込みを増加させる。脳卒中後のシチコリンの神経保護作用は、このシチコリンの脳内グルタミン酸濃度低下作用によるものと考えられている。ありがとうございます。